カナダ、カート・ブラウニング、カナダ国旗が揺れています。テクニカルプログラムは12位と大きく出遅れてしまいました。彼らしからぬ失敗でした。前半から見事に決めました。出だし世界選手権で金メダル4つ、銀メダル1つという実績を持っていますが、まだオリンピックではメダルなし。トリプルのコンビネーション、プロが戻ってきました。今度のオリンピック、現役では実力ナンバーワンのこのカナダ、カート・ブラウニング。またトリプルです。ここまで乱れがありません。芸術的なセンスと豊かな表現力。カサブランカとそしてラストラーダ、この曲を組み合わせています。もう一つダブルアクセル、2つ続けました。終盤に来てのこの技、カナダ、カート・ブラウニング、額に汗が浮かんでいます。場内のカナダの応援団はあちこちでみんな立ち上がっています。
27歳、世界チャンピオンは勝てないオリンピック。12位の位置からはとてもメダルには届きそうもありませんが、カート・ブラウニング、やはりフリーでは素晴らしい演技を見せてくれました。技の多彩さ、そして静と動の切り替え、このステップの巧みさを見てみましょう。プログラムは失敗しました。しかしブラウニングそのままでは引き下がりませんでした。さあ今度はジャンプを見てみます。高いです。抱えきれないほどの花束。現役の世界チャンピオンカート・ブラウニングすごいプレゼントが届きました。世界選手権3連覇を含む4回の優勝。いつもオリンピックでは不本意な成績、カルガリーでは8位、アルベールビルでは6位。このリレハンメルはテクニカルプログラムなんと12位。かつて6年前の4回転ジャンプに成功したこの選手ですが、さあ得点が出ます。技術点テクニカルメリット 5.8 が2人います。 5.7 も2人います。さあ高い得点が出ました。どうやらこの時点でトップに立ちそうです。そして今度はアーティスティックインプレッション 5.8 が並びます。 5.9 もいます。平均してちょうど 5.8、 この時点でトップに立ちました。15人を終わってトップに立ちましたカナダ、カート・ブラウニングです。